はいどうも、皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はブグ解放クエスト幻魔道の巨大兵器レベル3のミッション同時コンプの攻略解説やっていきたいなと思います。装備は控えめで、フレンドさんには貫突リオセスお借りいたしました。では早速やっていきましょう。まず今回ですね、ギミックとして魔法のダメージが無効化というところなので、物理で攻めていくような形になってます。まずはブラド、裏の LB から使って闇のデバフエリアの展開を行っていきます。続いてイーゴ、イーゴはダークネスオールダウン 85% のステデバフ、そして 130% の闇デバフを入れていきます。続いてフィーナ、魔性の系譜、今回の高難易度クエストにおいて彼女一人で全ギミックのキラーを撒くことができます。今回は機械キラー、味方全体に 160% を付与していきましょう。続いてステータスバフをかけていきます。 LB バフも合わせてかけていきましょう。で最後は適当に状態異常の無効化なんかを使っていこうかなと思います。続いてジーク、ジークはトリプルでいいかな、トリプルを使って自分に引き付け、物理のカバー、そして最後適当にダメージカットなんかを入れていきたいなと思います。でディオセスもいきなり裏の LB からかましていこうかなと思います。結構ねいいダメージ入るんじゃないかなというところでやっていきましょう。こんな感じかな。どんくらいか、 70% ぐらいまでいってくれるかなと、ちょうどいいね、そんな感じかなと思いました。敵の攻撃は基本的にジークが物理カバー。続いて2ターン目やっていきましょう。リロードを選択していきます。でブラドはですね、もう魔法ダメージが無効なので、このアビリティを使ったところで、マジックレジストという形でもう一切ダメージが入らないんですよね。なので適当に遊ばせます。続いてディオセス、同じようなアビリティを使っていきましょう。もう残り 33% で、フィーナはトリプルアビリティを使ってケアルガ、そしてプロテガ、シェルガ使っていきましょう。ジーク防御、イーゴ防御していきましょうというところで、まあすごくね簡単な攻略かなと思います。まあフレンドさんのディオセス、もしくは自分の配布で魔性の霊言なんかでも似たような動きができるかなと思います。で敵にかかったバフは防御ステータスですが、残り 33% なので、このままゴリ押していきましょう。もしくは、まあ、例えばフィーナを使ってデスペガで敵の、剥がしていきます。防御のバフを剥がして、そしたらイーゴもう一つ外付けのデバフアビリティを使って 85% の防御デバフで、闇属性デバフが足りないので幻獣のウィークを使って闇のデバフ 100% を入れてあげれば、まあお手軽に防御デバフを消しながら防御デバフを入れられるというような形になってます。では残りディオセスのチェインで終わらせていきましょう。 33% は簡単に解けるといったような形となっております。装備の紹介やっていきます。フィーナ、魔性の系譜は何も考えずに最強精神のボタンを押すだけ、何も考える必要はありません。続いて、ブラド、ブラドの装備は何もなし、まあダメージを与える気というか与えられないので装備なし。続いてディオセス、ディオセスの前にね、もう一つ、ブラド注意点で言うと、ウィークを使える幻獣を採用するというところかなと思います。続いてディオセスはこんな感じの装備構成となっておりました。基本的には配布の装備構成です。でアビリティに関しても2枠余った状態となってます。ビジョンカードは神殿の演武、通常のビジョンカードとなっておりました。続いてジークハルト、何も考えずに最強防御のボタンを押していただければと思います。何も考える必要がありません。なので意味わかんないアビリティがついておりますが、まあ特に問題ないかなと。でビジョンカードも一応最強防御でついたもので、最後イーゴ、イーゴはもちろん装備は何もなしで、まあ例に出したように外付けのアビリティを2つ、まあ特にダークネスオールダウンは必要かもしれませんが、もう一つはエッジでもトゥーリエンでも、まあビネラでも OK かなと。まあビネラはちょっと言い過ぎか、 85% のコーマデバフも入れたいので、その辺のデバッファーが持ってる外付けアビリティをつけていただければなと思います。というところでバブルの巨人クリアすることができました。まあディオセスの代わりで言うとレインでも OK ですし、レーゲンでも、まあ、似たような動きができるかなと。もちろんラスウェルはちょっとあれか、確か氷耐性があったのでラスウェルは厳しいかなといったところ。ダメージはこんな形です。自身の、ディオセスが250、フレンドさんのディオセスが270といった形になっておりました。ぜひ参考にしていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。